ここは佐抜き、さあ残した、ここは池江だ、池江どうか、シュート打てるか、右足のシュート決まった、西のゴール、2試合連続のゴール、このガナハ、そして西、アベックで2試合連続のゴールとなりました、2対0。トータル56分のこのシーンご覧いただきます。ボールが止まったところ抜け出した西です。西が迷わず、そして相手ディフェンスに当たってコースが変わりました。西が右足を振り抜いて2点目、貴重な追加点を奪いました。西のゴール決まって2対0。